本日は東京コミコンの2019に来てるんですけれども、なんとマックス鈴木喧嘩を売られました。いやー、これは喧嘩ではない、戦じゃ。今日はですね、なんとこちらの Y さんがやってるブースの隣の隣でめちゃくちゃ迷惑な音を響かせているブースがあるんですよ。しかもなんかね、白とピンクでチカチカ目がいてんだよの方たちでーす。どうぞ。あなたたちですよ。あんたの方が打ってったのか。しかもね、僕ね最近ハゲキャラで言ってるのに取られてんだよ。俺の方が早いよ。絶対早いよ。改めまして自己紹介お願いします。はい、我々がエラスのタダです。せーの、バブリー。我々はですね、もともとビートたけしさん命名のジュリアナのタダリという名前で活動してましたが、令和に変わる瞬間に我々も再生いたしまして、エラスのタダリとなりました。そして昨年の2019年1月9日にメジャーデビューしたにもかかわらず、名前が変わったということで、2020年来年の1月9日全く同じ日に全く同じ楽曲でもう一回メジャーデビューすることになりました。せーの、バレー。ちょっと早すぎた。俺らよりもハイテンションでバブリーって言われた。よろしくお願いします。パフォーマーの佐川なる秋津です。よろしくお願いします。はい、ベース担当矢島銀太郎です。よろしくお願いします。何のアフェだ。僕もパフォーマーの足田の蘭久幸です。僕はボーカルの鏑木蓮です。バブリー。はい、作詞作曲編曲ドラム担当の江夏あゆです。せーの、バブリー。はい、僕はリーダーです。質問なんですけど、バブリーって何ですか。バブリーってのは合言葉だ。正直言っていいですか、はい、僕も入りたい。スイマンのお事務所さんがなんか回ったのも、めちゃめちゃ全力で周りのことは拾ってるじゃないですか。あれ羨ましい。あんまり食いって羨ましい。え、あのすいません、あの楽しすぎてルール忘れたんですけど、今日の大食いのルールって何ですか。おお、いいですか、一体これ。ちょっと待って、舐めすぎじゃない。いくらなんでも、え、一体これいいの。いいに決まってんじゃん。え、これちなみになんすか、何個食べたら勝ちなんですか。1チーム10個。おお、なるほど。じゃあ1対2で。1対2。なるほどなるほどなるほど。あとは応援ってことですね、3人は。1対2でもだいぶ有利ですよね。あ、でもうちの矢島くんなんですよね、30秒おにぎりチャレンジみたいなのあるんですよ。素人界の早食い王って呼ばれてる。素人界の早食い王ってほうほうほう。ってことはかなりの実力差も揃ってる中での対決と。そうですよ。食べるの好き。食べるの好き。食べるの好き。ラーメン一杯食えなきゃな。ハニパイ、ハニパイ。正直言っていいですか。はい、俺ちょっとタイプなんですよ。絡みづらい。ごめんなさい、今日はこんな感じで元気よくやっていきたいと思います。せーの、バブリー。僕は我々から選んで、もちろんですよ。なんなら、はい、ご自身たちの10個選んでいただいて、はい、プラス僕が食べるの選んでください。まあ、僕とかは、まあ、バブリーなんで。バブリーなんで。どういうこと。塩なしみたいなの食えないですよ。そういうこと。セキャン、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 セキャン。最強焼き。はいはい。高いやつだ。オムライス。オムライス。かわいい。後ろじゃあ、ほら、熟成入れたらね。じゃあ、俺食べるんですね。いつも食べ慣れてるやつ。こんな高いの食うとは。食うとは。からしたがらいきます。はい、5つ目。チャーハン。はい、5つ目。鶏五目いきます。はい。はい、はい、じゃあオムライスいきます。オムライス、はい、じゃあエナスとタタイさんの。セキュアンはね、セキュアン、セキュアン。じゃあこれセキュアンに食べよう。おにぎりってやっぱり海苔があるやつは絶対食べに行く。お前、俺海苔あるのしか選んでねえじゃん。お前何やってんすか。早く言えよお前。からしだからですね。はい。いやでもそれうまいよ。いや、うまさは関係ない。関係あるだろお前。セブンに文句言われるの。鶏ごも。はい。海苔あるの高くて。2つ目。同じ味ばっかりで飽きんじゃない。鶏ごもく行くんだ。鶏ごもくないの。これじゃあ俺の鶏ごもく。鶏ごもく。あげあげだ。はい。俺はからしだから2つなんじゃないの。赤飯。赤飯2つ。赤飯も豆入ってるから豆が。そう、梅昆布。梅昆布。ダンボール。オムライス。はい。はい。これで同じ味飽きるんじゃないか作戦。ぶっちゃけ同じ味は関係ないですよ。あ、そうなんすか。ただこれ結構リアルにハードだな。
これ結構ハード結構ハードいいチョイスしますいいチョイスいいチョイスさあそれではマックス鈴木 VS エルツのたたりおにぎり10個対決でございます。用意スタート。やります。それでは頑張ってまいりましょう。先におにぎり10個食べた方が勝ちようです。マックス鈴木さんはお一人で10個、エラスの戦いは2人でボコボコ、合計10個、どちらが早いかという対決でございます。おいしい、うまい。あーもう1個目もいってるよ。おいしい、こっちまだねえ、おいしいねえ、おいしいおいしい、ダメだ、邪魔しない、邪魔しない、もう2個いってるよ、もう2個いってる。あ、これでもいけるんじゃない？ウェッティはさ、オムライスもう制してるんだよ、これ。あ、めっちゃでも早い。まあ、鈴木さんもいい勝負、いい勝負、いい勝負。もう4個食べてる、もう4個食べてる、今4個目、今4個目。あ、お席は海苔ない方がいいですよ。あれ、もう海苔のやつ先に取っちゃったの、もう。あ、ほんと、海苔ないよ。マックスさんが2つ目、マックスさん今5つ目だよ、今5つ目ってやつ。もう、海苔じゃない、海苔が。エナチュアあたりは今あとでも残り3個、4個ぐらい。じゃあいい勝負だ。やばいね、いい勝負ですよ。マックスさんすごいのがある。普通に2つ目で、おにぎり1個ちゃうよ。早い、たたりがある、ちょっとだけリードしてる。どうした、どうした、エンジだよ。交代だよ、なんでだよ。交代って何言ってんだよ。なんでだよ。お前、交代する相手、お前。しかも、まさかちゃんも赤飯食べさせてあげたいから交代したって。はい、早く、食べさせて。ちょっとリード、ちょっとリードしてるよ。ただ取れる、そのまま、やばいよ、あと急いで、あと3個で抜けない、抜けない、いける、まだいける、抜けないよ、いける、いける。これはカブラギさんいないとピーマンなんじゃないですか。カブラギさん今まだリードしてる、まだリード。おい、早く、早く、早く、ここに行って、あと2個、あと1個、あと1個半。ほい、マジでリアルにすげえいい勝負。でも最後、あ、矢島いった、あ、ウエッティーな、あとこれだけ、あとこれだけ、ウエッティーな、オムライス。どうした、早く、しゃべってる場合じゃないよ、喋ってる場合じゃないよ。いける、いける、いける、口の中からさ、いける、いける、どうも勝ちですね。やばい、矢島、あ、いける、いける、あと、ラスト、ラスト、ラスト、こっち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 、口開けて、口開けて、あ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 れ、これは、判定どちらですか。おー、うわぁ、おい、おい、おい、せっかく勝ったの、じゃあマウス、鈴木さんの勝利でございます。いやぁ、ていうか、お前変わんなよ、なんで変わったんだよ。赤飯食いたいって言った。いや、お前優しすぎるだろ。そんな優しすぎる。マウスマグさんの、うますぎた。セブンイブさんに5秒振ったんじゃない。僕も同じこと思った。うますぎた。うますぎた、うまいのは分かるけど、すぎますね、うまいのは分かるんだけど。いやでも早いっすね。ごめんなさい、正直言っていいですか、はい、もう早食いとかどうでもいいんだわ。いいんだ。大人した時にいいんでました。やめろ。僕もあの来年のメジャーデビューの時一緒にいるんでよろしくお願いします。えらっぺつ出てくださいよ。もう逃げ出しでよかったらいつも、ぜひお願いします。1月9日マジで空いてるんでお願いします。おお、マスク、記録が2分23秒。早いよ。めちゃくちゃ早かったですね。頑張って、僕らもっと鍛えてまた来ますんで。おお、ぜひお願いします。また挑戦させてください。あ、こちらこそお願いします。ありがとうございました。本日はエナツのタダリさんにお迎えしての早食いバトルでした。ありがとうございました。せーの、バブリー。ギュッとしちゃいました、マジで。やばくないですか、マジで。ありがとうございます。これ、概要欄に貼らせていただくんで、情報はよろしくお願いします。いや、もちろん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 、ありがとうございます。